はい、皆さんこんにちは、ワナルギリウジです。では今回は大道の決断2、日本プレー続けていきたいと思います。前回までにですね、まあ、いわゆる MI 作戦、まあ、ミッドウェー島およびその周辺に展開するアメリカ軍の、ね、敵空母、これの撃滅作戦と、あとはですね、 MO 作戦、これはオートモレスビーの攻略、この2つの作戦を同時に進行してきていました。で、今回はですね、まずミッドウェー島の攻略、これをね、進めていきたいと思っています。早速ですね、第6艦隊にミッドウェーの基地航空隊が迫ってきているというところになりますので、ここからね、見ていきたいと思います。第6艦隊に迫るミッドウェーの基地航空隊なんですが、爆撃機が38、攻撃機、まあ、つまり雷撃機ですね、魚雷を搭載した攻撃機、これが52、合わせて90機、まあ、どこまで耐えられるかというところで、従順2隻、熊野最上が撃沈されてます。まあ、100機近い敵航空機に迫られたので、まあ致し方なしですかね。ここは空母を何としても守るというのをね、最優先にやっていきたいというふうに思います。で、味方の方なんですが、第5航空隊、まあ、これはですね、飛龍、蒼龍から出た航空機ですが、敵基地攻撃なので、攻撃機、まあ、いわゆる魚雷を積んだものが攻撃に参加できないので、次のターンでも敵の空母が発見できなかったらですね、魚雷を積んでいる雷槽の攻撃機をすべて爆槽に変更しましょう。で、敵基地攻撃にね、最優先します。同じくこれは赤城加賀から出た攻撃機ですね。ここもね、しっかり生き残りをしてもらって、航空戦力のね、消耗というのを最小限にしたいと思います。あとは大陸の方面ではね、陸軍の作戦域になりますので、僕の方の操作というのは一切ありません。ここは見ていくだけですね。香港、あとはインパール、これは有名なインパール作戦の舞台ともなったインパールですね。あとはポートモレスビーに陸軍の、第20師団が攻撃を仕掛けてますので、これに呼応するというのもありかな。ポートモレスビーの攻略作戦は少し練り直しましょう。まあ、一つはですね、今ラバウル付近に展開している井上さんの第15艦隊、ここにですね、2つの陸戦隊積んでるんですけど、これを一度上枠の方に展開して、上枠から陸路でポートモレスビーを狙うというのもね、ありかなと思いますので、ちょっとその可能性を探っていきましょう。で、ホーチミンが抗日戦線を作ると、そういうことかな。ベトナムはね、まだ行ったことがない未踏の地なんですけど、シンガポールのイパネマ、あとはブリックスっていうね、まあ、いわゆる援助交際バーみたいなところがあるんですけど、そこでベトナムの女の子何度かね、知り合いになりましたけど、みんなね、色が白くて可愛かったですね。ちょっとシンガポールもね、もう3年ぐらい行ってないんで、久しぶりにイパネマブリックス覗きに行きたいかな。まあ、こんな状況なんでね、海外旅行に行けるのは早くても秋以降なんて話になってますけど、早ければ今日コロナウイルスに関連した緊急事態宣言は全面解除されるっていう話も出てますけど、海外旅行にね、こう何不自由なく行けるようになるのはもう少し先、いやだいぶ先ですかね、なりそうな感じですよね。まあ、まずはやっぱりね、タイに半年行ってないって多分ここ10年僕ないと思うんで、まずタイに遊びに行きたいかな。という雑談をしているところで、移動命令フェーズに戻ってきましたので、ここでミドウェーと攻略していきましょう。あとは敵基地ですね。空母が展開してるかどうか。敵の空母ですね。ここも見ていきたいと思います。では、まず忘れないうちにですね、空母の艦載機を少し変えておきたいというのと、索敵も少ししておきましょう。では、一番前にいる第10艦隊ですね。ここはですね、ご覧のように、
第19陸戦隊を積んでますので、この陸戦隊でですね、一気にこの御堂駅地を取りましょう。このミッドウェイ基地を陸戦隊で制圧する。で、あとはですね、第6艦隊以下残りの水上部隊は攻撃を加えつつ索敵も行います。なのでミッドウェイ島の近くに展開して攻撃範囲を確認し、ミッドウェイが入ってますね。この状態で展開を進めていきます。では残りの艦隊も同じように展開していきましょう。第4艦隊、ここ南雲さんの赤城と加賀なんですけども、まずは航空戦力それぞれですね、赤城と加賀なんですけども、艦攻、今魚雷を装備しているものをすべて爆装爆弾に換装します。これはね、実際のミッドウェイ海戦の中でも、まあ、これが基地となったのか強となったのかと、この装備転換中にね、敵を発見、敵空母を発見して大混乱が起きたという事実があるんですが、ここはですね、敵の空母はまだ展開していない。ハワイから確かにアメリカ軍の空母が出たという情報は入っているものの、現時点で敵の空母発見できていないので、基地攻撃に専念するために魚雷からすべて爆弾に換装します。で、これは同じく飛龍総龍にも同じ指示を出してあります。そしてあとはヤマトですね。ヤマトの第一艦隊、これはですね、ミドウェー海戦史実で起きた時は後方にいたわけなんですけども、ここはもう前線に投入していきましょう。攻撃の範囲に入っていればヤマトの手法でミッドウェイ基地を、ね、攻撃していきます。行動力は1起こしておきますね、攻撃のために。であとはですね、第8艦隊、少し遅れて出撃している第8艦隊、これもですね、ミッドウェイ島の方に近づけていきましょう。まあ、この後傷ついた艦隊の代わりに戦線に出てもらってハワイへの陽動作戦、これに参加してもらうという意図もあり、第8艦隊はね、遅れてミッドウェイに到着させます。で、もう一つの作戦であるポートモレスビーの攻略戦ですね、これを順調に進めるために少し作戦の内容の見直しを検討します。今ポートモレスビーの方には陸軍の第20師団が入っているんですが、ポートモレスビー自体にはアメリカ軍が4つ師団を置いているので、なかなか攻略が苦戦するという状況ですね。で、ラバウルの航空隊、第1飛行場第2飛行場からご覧の航空隊がいるんですけども、これにまず補充を加えます。で、これは上場君にも同じように、補充を行っておきましょう。これでラバウルとウェバク、それぞれ航空隊補充しました。で、爆走のものは全く問題ないので、このまま爆弾をね、ポートモレスビーの基地に落としてきてもらいましょう。で、問題がこの第15艦隊なんですけども、この第15艦隊には、第12陸戦隊、第11陸戦隊乗せているので、一度これをですね、このウェバクの基地に入れて、その陸戦隊を陸路でポートモレスビーで送り込もうかなというふうに思います。まあ、ちょっとそういう指示を行っておきます。はい。これで井上さんの第15艦隊は、ポートモレスビーに直接強襲上陸をかけるのではなくて、上枠の方に陸戦隊を下ろして、その陸戦隊は陸路でポートモレスビーを狙ってもらいます。動画の前回の動画のコメント欄にもいただいたんですけども、陸路でも行けるよね。まあ、確かに陸路で行った方が艦隊が傷つかなくて済むので、今回はね、ちょっとそういう形で進めさせてもらいたいと思います。では、これで行動フェーズ終了になります。マンダレーが占領された。陸軍は少し劣勢なのかな？
まあ、前回の大本営会議で陸軍の予算よりもね、海軍の予算を当然我々は海軍なんで優先して確保できるように動いたというのはもちろんあるんですけどね。ではまずミッドウェー島の攻略戦、これちょっと見ていきます。ヤマトの主砲一戦というのはもちろんあるんですけど、問題は敵の空母が本当にいないよねっていう確認、これをしておかないと不安しかないので、まずはちょっとね、そのあたり確認をしておきましょう。ご覧のようにミッドウェー島の周りに味方の艦隊が大集結している状態ですね。では索敵から行っていきましょう。ミッドウェー海戦ではね、索敵不十分だったんじゃないかという話もありましたので、ゲーム上ではね、これでもかというぐらいしつこく索敵を行いましょう。行動力の許す限りですね、索敵を行います。ハワイから出た敵の艦隊がどこに向かって今どこにいるかが全くわからない状態なんで、索敵しておかないとちょっと怖いですよね。まあ、雷槍から爆槍に変えたとはいえ、急降下で敵の空母を発見したら狙うことはできますからね。いないよねっていう確認をしておきます。行動力がある限り索敵はできます。で、空母戦記とか、まあ、あと事実と違うところとして、この提督の決断ではね、装備の転換は一瞬で終わるので、行動力1を使って、これが空母戦記だとね、そういうわけにはいかないし、事実、実際のところ本当に装備を転換するとなると、まあ、数時間かかるような作業、しかもそれが、航空隊前期に対してやるってなるとね、相当の時間がかかる内容ですけど、このゲーム上ではね、提督の絆の強いというゲーム上では一瞬で終わります。では索敵を繰り返した結果、近くに敵の艦隊はいない、敵の空母はいない、まあそういう判断のもとですね。ではミッドウェー基地攻略、このために全艦出撃、全機発進させていきたいと思います。はい、ではすべて指示を出しました。水上部隊は艦砲射撃で、第10艦隊に入っている陸戦隊は敵基地攻撃後に強襲上陸をかけます。で、空母艦載機はすべて発進して敵基地に空襲をかけます。で、敵の反撃当然あると思うので、この反撃対象が第4艦隊南雲さんの赤城加賀、あるいは第5艦隊山口さんの飛龍総龍、そして第1艦隊大和に来ないことをもう祈るしかないですね。空母や戦艦大和を失うのはちょっとね、避けたいかなというふうに思っています。で、続いてポートモレスビー攻略の方のね、指揮も取っておきましょう。ラバウルとウェバックから航空隊を発艦して攻撃を加えていきます。これも前期発進していきます。おっと、そうか、前回補充してるので今回行動力がゼロだね。なので次のターンでここに補充した航空隊を差し向けましょう。さらにおそらくですね、第15艦隊の陸戦隊西段も次のターンで上枠に上陸できるので、そこから陸路ポートモレスビーを目指します。ではここから戦闘命令フェーズ終了して戦闘画面に移っていきます。まずは空母とね、ヤマトが無事であることを祈りましょう。ここは陸軍ですね。で、この後実際にですね、戦闘でミッドウェー基地攻撃に仕掛けていくんですけども、この時ですね、まあ、敵の陸戦隊が2師団残ってるので、この2師団を壊滅させて上陸する、そういう動きですね。第4艦隊か、来ちゃうか、南雲さんのところに来ちゃいましたね。赤城と加賀が残ってくれればいいんだけど、緊張だな。赤城が沈没、赤城が撃沈されてしまいましたね。
赤城を失ったか、空母一隻。まあ、少し痛いですが、ここは残りの艦艇で何としてもミッドウェーを攻略しましょう。まあ、当然敵もね、空母を集中的に狙ってきますよね。第6艦隊もご覧のダメージが、中波が2隻、小波が1隻、第6艦隊は事実上壊滅だな。で、砲撃戦の様子はですね、せっかくなんでちょっとヤマトのパターンを見ていただこうと思いますね。残りのものは、結果だけご覧のように、見ていく形にしたいと思います。駆逐艦2隻が小波、第6、第7艦隊にダメージが出てますね。あとは赤城を失った第4艦隊ですね。これ一度呉に戻して、昇格随格温存してある空母を編入しますか。まあ空母を失ってしまった分は空母で補うしかないですからね。空母に代わる戦力はない。まあ、順調に敵の陸戦隊は削ってるので、ヤマトでとどめを刺しましょう。ではせっかくなので、ヤマトの様子はね、ちょっとご覧いただきましょう。まあ、ちょっと言い方乱暴ですけど、結構かったるいので、委任してですね、戦闘画面自体は早送りでご覧いただきたいと思います。これがヤマトの攻撃ですね。どれくらい削れるか。兵員39に減少。まあ、こんな形でね、戦艦部隊が攻撃を仕掛けていくというのが水上部隊による敵基地攻撃になります。これでヤマト率いる第一艦隊の艦砲射撃を行った結果になります。まあ、戦艦クラスが合っていると4とか5とか破壊できる感じですね。で、敵の損害がこんな感じです。もうあと一押しでミッドウェーを落とせそうですね。まあ、赤城を失った代償がありますが、では飛龍双龍からの、攻撃隊ですね。これでミッドウェー基地空襲完了できると思います。で、この後、陸戦隊を出していきます。で、しっかりね、基地を攻略できれば、これで、ミッドウェー基地制圧完了になりますね。はい。ミッドウェー基地攻略完了です。まあ、赤城を失った代償はありましたが、あと第6、第7艦隊もね、だいぶ損害出ましたね。ミドウェー基地、とりあえず攻略できたので、この後ですね、失った空母、これの代わりになる空母の増強と、あとは第6、第7両艦隊の再編成、その上で次のね、攻略目標を決めていきたいというふうに思います。それと、依然、ポートモレスビー攻略は続いていますので、このポートモレスビーのね、攻略戦も引き続き見ていかなきゃいけないですし、この続きをね、しっかりプレイしていければいいかなというふうに思っています。では今回はね、キリがいいですので、ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんも応援引き続き、よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。